こんにちは。今回は広島の老舗洋食店を食べ歩きしていきたいと思います。1軒目の洋食店は視聴者さんに教えていただいた美味しいグラタンのお店リゾートに行きました。今回紹介するお店はなんと全て中区館町に集結しています。ビルの位置が分かりにくいので少し解説します。すき家から入ってさぬきうどん花丸とかホテル山城屋が見えるとこの角にあるファミマをこう左折したとこの向こうに見えてきます。外雨降っとる。傘がない。かわいそうでしょう。最悪じゃね。雨で館町電停から2分のとこにあります。着いた。歩いたら結構早かったね。あの赤い看板のグラタンサラダのお店リゾートのエレベーターから上がるっぽいです。行ってみます。館町の G ハウス3階にあります。ここリゾートは昭和50年創業の老舗店で地元で愛されている大人気のグラタン専門店です。ここ意外に空いとるっぽいな。めっちゃ多いかと思ったけどね。今11時。落ち着いたブラウンの木のカウンター席は一人でも広くゆったり使えます。店内はダイニングテーブルが配置されていて奥の席は内装も明るく可愛らしいです。黒板に作り方が書かれていて料理好きには良い情報ですね。当店名物のオニオンサラダのレシピもランチではお好みのグラタンにスープサラダが選べマカロニラザニアスパゲティもあったけど昔懐かしのライスグラタンの中から当店人気トップ3のモナコ、オスカ、アンドレ入り大盛りサイズをオーダーしました。人気のグラタンにベルサイユのバラにちなんだ料理名が付けられとるのが謎くてエモる。グラタンのこれセット。お得なグラタンの楽しみ方には店員さんに頼むと無料スパイスを味変用に持ってきてくれると記されている。よし後でやってみよう。セットのサラダはもちろんのこと名物のオニオンサラダをチョイス。ランチセットのポタージュスープをまずいただきました。ミルク感高めでとってもクリーミーです。このスープを飲んだだけで本命の大盛り三色グラタンへの期待値がどんどん上がっていく。オニオンサラダには大量の鰹節がかかっていて、中からボリュームたっぷりのよくスライスされたオニオンが現れてきました。柚子酢と自家製ドレッシングとの相性抜群で、玉ねぎの辛みがなく甘みを感じます。レタス、トマト、パストラミのタコスも入っていて、聞いた話によるとかつてよりオニオンサラダがグレードアップしたようです。スープうんま。これだけでお腹いっぱいになりそうじゃわ。後で大食い選手権控えとるのに。バリでかいレタス。とまあこんなの序の口でペロリと平らげ、戦いに備え冷水で胃を休めます。お待たせしました。すごい量でしょ。ここリゾートで人気のケチャップライスのモナコとバターライスのオスカ、カレー味ライスのアンドレの3種類が入った3色グラタン大盛りの出来上がりです。これは普通サイズの 1.8 倍の量だそうです。爆食いフードファイターにとって、本領発揮するその瞬間がやってきました。耐熱容器で焼き上げられた熱々ドリアのこのフォルムとビジュアル最高ですね。焦げ付き加減も理想的で、こんな感覚を体験できるお店はそうそうない気がする。考えてみるとグラタン専門店も初めてじゃし、外でグラタン食べるの何年ぶりじゃろう。超久々のグラタンいただきます。溢れんばかりの白いベシャメルソースとライス双方ともよく馴染んでいて、上に乗ったチーズは一部はカリッと一部はとろりとしていて、総じてまろやかです。うまい！エビが入ったバターライスの部分を今食べています。おすすめされたレモスコをかけてみよう。このようにちょい足しで自分好みの新鮮な味を楽しめるのも良いですね。4分の1食べました。味が3種類あるので次はどんなライスと具材が出てくるのか楽しみです。これは鶏が入ったケチャップライスのモナコじゃ。あまりの美味しさに頭がバグってしまい、うまく食レポが出てこないレベルです。エビちゃんの登場率半端ない。昔ママンが作ってくれた懐かしの優しい家庭の味に近い感じ？こんなに凝っとらんかったか。レモスコじゃ物足らずついにエスニックスパイスに手を出しました。これはオニオンフライ、コリアンダー、カレー味など混ぜたスパイスで、多彩なハーブやスパイス調味料で作り出す複雑な香りと味わいが特徴です。独特の旨味がプラスされていい感じに味変できたかも。半分食べました。まだまだ胃袋に空きがあります。しかしお店には空きがないです。周りを見渡すと満席で、入店待ちのお客さんが入り口にたくさんで大繁盛です。カレー味ライスのアンドレにアサリがたくさん入っていました。そろそろ大盛り完食という目標のゴールが見えてきました。3色の昔懐かしのライスグラタン、美味しかったです。ごちそうさまです。
調味料がスパイシーすぎたため喉がカラカラになったので、仕上げにお冷やをこれでもかってくらい飲みました。来店される際はランチタイムを外して、開店直後の11時過ぎか2時頃が混み合っていなくておすすめです。ぜひ、広島出張や観光時のランチに、昔懐かしのグラタン専門店リゾートにお立ち寄りくださいね。グラタン美味しかった。てかまだ外雨降っとるわ、うざーん。さっきのリゾート出るとそばにね、立町カヌレがあって、向かいにブルーディルマーレ、その隣にウィングの映画館があります。へえ、ここも今度来たいな。昼から飲めるって書いてある。美味しそう。村井さん着いたよ、着いた。ポラビア着いたよ。そっか。食後は先ほどのリゾートから歩いてすぐのジェラート専門店ポーラーベアに行きました。ここはうまい、でかい、安いとコスパ良くて豪快な高さに盛られたジェラートをいただけるお店です。ですが大盛りグラタンが後から胃袋にどっしりきたので、珍しくちょっとカップダブルサイズで竹炭きな粉といちごミルクのフレーバーを注文しました。冷たくて甘いもので口の中をクールダウンしたい時って食後によく起こる。ほんのりとした軽やかな味わいで至ってシンプル、手作り感満載です。店内は奥に細長い作りになっていて、壁沿いにイートイン用の横並びのベンチ席が並んでいます。安くて美味しいアイスをたくさん食べたい時にはここ、ポーラーベアがニーズに応えてくれるかと思います。外で食べるアイスマジでうまいんじゃけど。アイス溶けてきた。外暑いからね、アイス溶けてきた。液体状態になってきた。これはもう飲むしかない。先ほどいた立町から秒で行ける本通り商店街を散歩しました。100円の自販機、お得感あるけれどいつもスルーしてしまう自販機。ここで鬼滅のグッズ一時期よく探しとったね。コミックなかなか手に入らんかった。ここ広島夢プラザは広島県内の市や町のあらゆる旬のホットな情報と特産品が本通り商店街で手に入る手軽なアンテナショップです。前々回動画で紹介した生もみじやレモンを使ったスイーツ、お好みソースなども購入できますよ。また詳しい観光情報や街歩きの楽しみ方などもインフォメーションにて入手できます。広島市街地の中心部に来られた際には便利が良いかと思います。ここ長崎屋も広島名物を扱うお土産専門店です。広島夢プラザと同様、広島市の繁華街の中心本通り商店街にあります。原爆ドームからは徒歩7分のところです。真っ赤なユニフォームを着てズムスタに行きたいな。長崎屋では店内にカキフライの自販機が設置されているんですよ。大粒のカキフライ4つが入っています。カキフライの他にも同じクレールオイスターの生ガキと大崎上島産の車エビも購入できます。パルコ本館地下のスイパラ前に目を引くキャラが、パルコすぐ横にあるアリスガーデンは散策で歩き疲れた時の憩いの場所としてもおすすめです。2軒目の洋食店は昭和51年創業の老舗純喫茶ボラボララグンファレに行きました。レンガ建てで老舗らしい風格を感じさせてくれます。2階にあるラグンファレは1階のボラボラさんが運営されているらしいです。場所は中区立町のラウンド1や広島国際ホテルのそばにあります。ボラボラ高野橋店には10代の頃よく行ったけれど、今日でも変わらず存在する佇まいを見ると心がほっとします。階段を登って2階の入り口に行くと、オムライスとパスタのお店という看板が見えてきます。中はどんな感じなんかな？店内はサンフレッチェ一色でテレビ中継もサッカーを流されていました。昭和レトロな純喫茶ならではの落ち着いた雰囲気があり、店内はいかにも洋食屋さんって感じです。パスタやオムライス、ピザ、モーニングも提供されていて、コーヒーが美味しいと評判です。豊富なパスタメニューの中から最も大好きなカルボナーラを注文しました。ランチセットのサラダにかかっているドレッシングは店で購入できるそうです。キュウリ。カルボナーラを目の当たりにするとテンション爆上がりです。皆さんはパスタなら何が好きですか？私はカルボナーラとペペロンチーノです。嬉しいことにパンもついていました。焼きたてのバターバゲット。パンとパスタ合いますね。そういえばカルボナーラの由来は炭焼き職人を意味するイタリア語のカルボーネにあるらしい。早速食べてみよう。
いただきます。まろやかでコクのあるチーズクリームソースに香ばしいベーコンの旨味とたっぷりと引いた黒胡椒がアクセントになっていて最高に美味しいです。ソースが濃厚すぎないので最後の一口まで飽きずに食べられます。カルボナーラをフォークで巻く時の音が地味にじわる。程よく塩気を効かせたカリカリのベーコンと黒胡椒が美味しさの決め手。日本でカルボナーラというと生クリームや牛乳を使った濃厚ソースが特徴だけど、本場イタリアでは生クリームを使用せず、さらにベーコンではなくパンチェッタを使っているという。単調な食べ方に飽きたのでパンの上にパスタを乗せてみた。炭水化物のオンパレード。普通はパスタを食べ終わった後のお皿に残ったソースにパンを絡めながら食べるんじゃろうな。うまい。意外にいける。老舗の洋食屋さんで行こうと予定していたお店が実はあと2軒あったけれど十分満腹感を得たので今回はこの辺で止めておこう。ラグーンファレのカルボナーラ、ごちそうさまでした。これなんだ。ジムセットです。これから私はジムでトレーニングに励んできます。普段私は肉やハンバーグなど茶色い食べ物率が高いけれど、今回食べたグラタンやカルボナーラのように、ホワイトソースの白い系の食べ物もたまには良いなと感じました。最後までご視聴どうもありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。